皆さんおはようございます。プレイディスター小沢です。本日10月24日、朝の6時です。まだ真っ暗なバレンシアですけれども、これより電車で3時間かけてバルセロナに行きたいと思います。さあ、今バルセロナのサンズ駅に着きました。はい、バルセロナのサンズ駅からローカル線に乗り換えましてやってきました。こちらバルサのスポーツセンター、ジョアン・ガンペールのヨハン・クライフスタジアムも後ろにあります。今日に関してはエルクラシコ直前ということで FC バルセロナが、メディアデーを設けてくれるということで、U-NEXT から派遣されましてバルセロナの選手取材にやってまいりました。今のところ、パウ・クバルシとそれから大怪我から復帰したばかりのガビ、この2選手にインタビューできると言われております。本当にできるんでしょうか。ちょっとドキドキしておりますけれども、楽しんで取材やっていきたいと思います。FC バルセロナのメディアデークラシコ向けということで、U-NEXT からご依頼を受けましてバルセロナにやってきました。ちょうどバルサは、昨日23日に見事な試合をしたバイエルン戦がありましたので、まあ、おそらくリカバリーメインのトレーニングかと思いますけれども、まあ、午前中に、そのトレーニングをして、まあ、そして終わってから12時半からこのメディア向けの、メディアデーが開催されるということで、まあ、各局いろんなメディアが来てるんですけれども、2選手が取材対応してくれるということで、我らが U-NEXT は、今回は、クバルシと、ガビの2人になっております。すでに、クバルシのインタビューは取れたんですけれども、まだガビがやってきませんということで12時半からスタンバイをして、まあ、12時過ぎぐらいにもうこのスタジアムの中に入っているんですけれども、12時半からスタートという話だったんですけれども、当然練習後にね、選手たちはいろんな、リカバリーやそれから筋トレ、おそらくマッサージも含めて、いろいろケアしていると思いますので、メディア待つのが仕事ですので仕方がないんですけれども、すでに入ってきてからこの日差しの強さの中2時間待っております。ガビさん早く出てきてくださいというぐらいに今は、待ちわびておりますけれども、ちょうど後ろではオランダメディアがフレンキー・デヨングに取材をしてますけども、まあこういう形で、各選手が各メディアに対応してくれると、まあ1メディア、選手2人までというような形で今日はメディアデーとして開放されています。バルセロナの中心プラサカタルーニャに久々にやってきました。本当に久々にここにやってきましたけれども、少し景色は変わってるなと思いますけれども、人々の憩いの場であることには変わりないなと改めて思います。
すでにこの動画が上がる頃には、U-NEXT の SNS にて、各ね、選手のインタビュー上がってるかと思いますけれども、まあ、持ち時間が、各5分しかなかったので、あまり多くのことは聞けていませんし、まあ、選手も、トレーニング後、そしてね、過密日程の合間を縫って取材対応をしてくれましたし、まあ、相当な、メディアの数が、その取材に訪れていましたので、選手も、まあ、もちろん一人二人が、全部のメディアを対応したわけではないですけれども、かなり多くの選手が出てましたね、そういう意味では。我々 U-NEXT が取った、ガビとヘクバルシーのみならず、クンデ、ダニオルモ、フレンキー・デヨング、フェルミン、パブロ・トーレ、シチェスニー、ペドリ、そういった面々が、取材対応に出てきてくれておりました。バルセロナはスペイン移住してから、初めて、出張にやってきましたけれども、まあ、結構街中昨日の夜は、知り合いの方とちょっと夕食会があったので、市内も散策していましたし、泊まっていたホテルがウニベルシタで、まあ、中心プラサカタルーニャにも近いということで、いろいろ周辺歩いてみましたけれども、結構変わってましたね。まあ、とにかく、飲食店が多くなってるなと。まあ、ホテルはもちろんもともと多かったのかもしれませんが、まあ、相当なバルセロナはインバウンドで潤ってますし、まあ、むしろ、この夏から、オーバーツーリズムで、まあ、地元のバルセロナ市民の方々が怒っていると、家賃の高騰を嘆いているみたいなニュースがたくさんね、流れていましたので、まあ、それだけ観光客の数が多いということで、まあ、特に飲食店が、まあ、本当に歩けば、日本のコンビニの数なんて軽く超えるぐらいの、まあ、本当に一つの道を歩けばすぐに、バルやレストランにね、ぶち当たるというようなバルセロナの市内の、飲食業界の盛況ぶりでしたし、まあ、その中でも本当に、日本食ブームなのか分かりませんが、日本食のバルやレストランが非常に良かったなと。ラーメン店もね、よく目にしましたし、焼肉店もありましたし、まあ、おそらく日本人オーナーや日本人シェフがいているような店よりも、おそらく中国人の、オーナーがね、まあ、日本食レストランの、トレンド、それから人気に目をつけて、オープンさせた店が多いんじゃないかなというような店の入り立ちが、多かったですけれども、まあ、それだけ日本食が非常に健康食なのもあってブームなのは個人的には嬉しいなというふうに思いました。そして、本日10月の25日金曜日、まあ、普段は、こうやって実際の、新聞をね買わないんですけども、デジタル版でほぼ3紙購入してますので、せっかくなのでスポルトマルカ買ってみました。フリック監督が一面トップでフリックアルアサルトデルベルナベウと、ベルナベウに、フリックが、突撃するというような紙面で、やっぱりフリック監督のバルセロナ非常に好調、それからフットボールの質も高いということで、地元カタルーニャメディアも期待も高いなというふうに思いましたし、マルカに関しても、まあ、エルクラシコ前日ということで、ラフィーニャのね、バルセロナの今を象徴する選手を使いながら、ただレアルマドリーとしては、まあ、ロドリゴが抜けましたけれども、マルカがそもそも命名していたこの BMV、ベリンガム、エンバペ、ビニシウスのこの3トップで、ね、エルクラシコを勝つぞというような、見出しになっておりました。ということで、これより、3時間半かけてバルセロナからバレンシアに戻りたいと思います。クバルシ、そしてガビのインタビュー、ぜひ、U-NEXT の SNS、それから YouTube チャンネルでご覧いただき、とうとう現地スペイン時間の明日に迫りました。日本時間ですと日曜の早朝4時キックオフとなりますけれども、ラリーガ EA スポーツの第11節、レアルマドリーとバルセロナのエルクラシコ、ぜひ U-NEXT で、私もリモート解説で、倉敷さんの実況と林良平さんの解説に加わって、U-NEXT でのエルクラシコ中継に参加しますので、ぜひ皆さん、できれば U-NEXT でご覧ください。この一戦は本当に全世界のサッカーファンが待ち望んでいる、そして近年稀に見る盛り上がり、両チームの仕上がり具合の良さですので、マストでライブ観戦あるいは見逃し配信でご覧いただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ワサラプロキシマ。